難しい。緊張する。はい、びっくりしました。すごい行動の感じ。ちょっともっと張り切った方がいいかな。まだ慣れない。慣れない。いっぱい向けられると。僕は今ちょっと、はい、はい、取りに行きます。ちょっと忘れました。緊張のあまり。え、これ止まれかなっていう。もう一回来てもらった方がいいんじゃないですか。ここ入っていくようにした方がいい。なんか部屋前で一礼して入って、なんか入って僕らがなんか待ってて。そうですね。ここで礼して。そうですね、ここの。あの部屋前でこうやって一礼して我々には全然しなくていいので、はい、この度は向こうで部屋前で一礼して、はい、ここで止まらずってこと止まらないです。来ました、ね、はい、めっちゃ早い、本当ですか。より正解な顔になってきた、はい、より正解な顔になってきた。痩せた、太りました。そうか、はい、大丈夫、大丈夫。体力途中に手首が固まってなるよね。なるはずなる。反抗した、よしよし、震えて、はい、反抗上手に始められるから。滑舌の練習。オレンジジュース飲んでた方がいいんだよ。滑舌の練習。生麦、生麦、生卵。はい、やっと契約調査員させていただいて、やっとプロ野球選手になったんだなっていう実感が湧いてきました。そして当たり前なんですけど、まあ、寮に門限があるってことを聞いて、まあ、自分しっかりしないかなと思いました。いや、寮に関しては高校3年間で寮生活していたんで不安はないです、はい、お肉が食べたいです。自分がマウンドに上がった時に安心して見ていただけるとか安心してもらえるような選手になりたいです。希望は中継ぎとか後ろがいいんですけど、まあ、やれって言われたところ全力でやりたいなと思ってます。そして来年1年怪我しない体とコンディションを整えて新人合同キャンプに挑みたいなと思ってます。そうですね、憧れていた球団のユニフォームを着れるってことはすごく嬉しいですし、まあ阪神の一員として自分も2連覇に貢献できるように頑張りたいなと思ってます。そうですね、まあ、ストレートで圧倒できるような投球がしたいなと思ってます。かぶせてる感じ。どういった左手を後ろにして、あ、そうだね、はい、ちょっとガッツポーズかなんかで、あ、そんな感じでお願いします。じゃあ、ゆっくりお願いします。すみません、じゃあ目線左手の方からお願いします。順に、じゃあ、ちょっとそっちみたいな、またゆっくりお願いします、はい。はい、いい笑顔ですよ。ありがとうございます。いい笑顔、こんな感じです。はい、白い派でお願いします。はい、ありがとうございます。はい、小見さん、からはい、ご苦労さん。お疲れだね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね、抑えのところを任せていただけたんでしょうか。徳島の間はスライダーをメインでしてたんですけど、今、フォークの練習をしていて、まっすぐとフォークのコンビネーションというか、その2つで勝負したいなと思ってます。千賀投手ですね。お疲れ様です。お疲れ様です。仮契約結びましたが、はいはい、今の心境を教えてください。そしてやっと仮契約結ばせていただいて、
プロ野球選手になったなっていう実感がちょっとずつ湧いてきますし、はい、さあそしたら色紙見せてもらってもいいでしょうか。はい、はい、その色紙に込められた思い教えてください。開幕一軍っていう目標なんですけど、まあ、去年支配育成から支配下でいた茶野さんに負けないように自分も開幕一軍目指して新人合同キャンプから2月のキャンプも頑張りたいなと思ってます。そしたら最後にタイガースファンに向けてメッセージをお願いします。はい、椎葉剛です。タイガースの2連覇に向けて勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。来年阪神タイガースの2連覇に向けて自分も頑張りたいと思っています。応援よろしくお願いします。ちょっと変やり直しましょう。やり直しましょう。タイガースのことはカットして変えてください。